てっぺいチャンネルです。本日もてっぺいコレクションから一部を紹介したいと思います。本日はこちら、ベンガルトラ。このトラはですね、分布がインド、ネパール、バングラデシュ、ブータン、この辺ですね、この辺に生息しておりまして、トラの中ではアムールトラに次いで2番目の大きさですね。かっこいいでしょ。クマと一緒で、ね、鋭い牙と鋭い爪。これはもう鉄平が大好きな動物の一つですね。もしかしたらね、哺乳類で一番好きかもしれない、ね、ライオンより好き。こちらですね、現在生息数がかなり減っておりまして、当然ですけどもサイです。ワシントン条約の附属書1、ね、一番厳しいところに今位置しておりますね。それでですね、20世紀あたりにもう絶滅の危機にさらされてたんですね。だけども1970年ぐらいに保護活動を始めまして、ちょっとずつですけども今数が増えてきておりますね。ということでね、これ書類がないと持てないんですけども、ね、当然ですけどもペイちゃんは持っておりますね。安心してください。ベンガルトラめちゃめちゃ強いでしょう。これめちゃめちゃ強いですからね。もう狙った獲物は絶対に逃さない。全部ね、捕食してしまうんですけども、まあいつも通りね、まあこのベンガルトラに勝てるとしたら三角締め効くから、三角締めでキュッとね、やっちゃえば後でね、ベンガルトラでも絶命するかもしれませんね、うん、まあ彼もまあ徹底の手下です。古文ですね。徹底ちゃんの一番大好きな最強で一番かっこいい哺乳類、ベンガルトラ。